ゆうきくんのこと何でも分かってますから。うわなんかスパダリ感もありますね。そうなんですね。うわめっちゃいい。こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日紹介する作品はこちら、イルミ青先生のもっと愛して運命にしてです。イエーイ。はい、こちらですねオメガバース作品なんですけれども、はい、でちょうど5月の中旬ぐらいに発売になった。お最近ですね、はい、新刊になりますね、はい、ちょっと表紙でビビッと来てしまいまして。これかなり表紙買い案件な気が美女がいい美女がいい DK ものとなっておりますので。DK やった警察に喜んじゃ う, そうじゃあ早速ちょっと紹介していきたいと思います。はい、こちらの作品のあらすじなんですけれども、はい、この表紙の下にいるのが、受けのゆうきくんで、こっちの上にいるのが攻めのちとせくんなんですけど、まあ、結構表紙の段階から距離近めだと思うんですけど、ですよね、お話の冒頭から2人めっちゃ距離近いっす。表紙用の枠に収める用のポーズではなくもうデフォなんですよ。まあ全然最初は付き合ってないんですけど、はいはい、もう友達の段階でめっちゃ距離近いみたいな。でたまにいるやつで結構その攻めの千歳くんの方がすごいもうベタ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 してるんですよ、はいはい、攻めからそうなんですよ。あいいでなんかもう過保護っていうかもうちょっとややなんかモンペ入ってねみたいな感じでそうそうすごい一緒にずっと行動してて優しくしてくれる感じですね、うんうんうん、でこっちの攻めはアルファなんですけれども、うんうん、こっちの受けのゆうきくんあの最初オメガじゃなくてベータなんですよ。そうだからなんか俺たちはつがいにならないけどなんかめっちゃ親友イエーイみたいな感じだったんですけど、なるほど。で2人めっちゃ仲良しだから、うんうんうん、バイト先も一緒だしなんならそのなんで仲良くなったかっていうと、うんうん、家が隣になったんですよ。そう引っ越してきてそれでたまたまその家が隣だってなってすげーでなんかすごい学校も一緒だしっていうところで意気投合してわーって仲良くなっていってでそれ一緒にバイトをしているんですけれども、うん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 、そのバイト先の同僚になんかアルファの人がいて、うん、その人がちょっとこうなんかこのゆうきくんにいたずらをしてですね、あらなんかちょっとマーキングしちゃおうみたいな、ダメですよそのテンションでじゃれついてマーキングして家に帰ったらなんかそのなんかゆうきから他のアルファの匂いがするんだけどって言ってなんで俺じゃないやつになんかマーキングされてるわけみたいな感じ近づいてこられてでなんか自分ベータだからそんななんか大丈夫って思ったらなんかすごい、うんうん、あれなんかドキドキしちゃってみたいな感じでちょっとそういう展開になってってっていうお話なんですよ。はあなんか波乱版ですね。波乱から始まりますね。友達だと思ってたのにみたいな、うんうんうん、でそので蓋開けてみたらどうやらゆうきくんはまあデータだったんですけど、うんうんうん、そのオメガのホルモンが潜在的に眠ってたところがそれが活性化して何らかの影響で活性化して、うんうん、ベータからオメガになってますって言われたんですよ。そのいろいろその千歳くんといろいろあった後に、はいはいはい、そうだからそれってなんか千歳くんの影響なのではなんか、まあ、ですよね。タイミングとかいろいろ相まってねそうなんかもう我々と千歳くんはもうにんまりって感じだったんですよね。なんかほぼ確定事故みたいなでもなんかそのゆうきくんはすごいけなげでいい子だから、うん、なんかいやごめんなみたいな俺のせいでちょっとすごい迷惑かけちゃったみたいな、うん、あどっちか。そうだからなんかそんなあいえあれは間違いだったってことにしようみたいになってちょっと、うん、ちとせくんがええー、みたいな、そうですよね全然いいけどって感じでなんかちとせくんも終わったにゆうきくん大好き大好きって感じだから。あやっぱそうなんだ。そうなんですよ。もうね攻めのね出来合いがすごいんですよ。でそれでどう2人はどうなっていくのかっていうお話なんですけど、そうなんかもう攻めがまずすごいかっこいいのもそうなんですけど、うんうん、なんかほんとそのゆうきくんってだから結構なんだろう攻めのその出来合いにを甘んじてこう受け入れてるだけじゃなくって、うんうんうん、ちゃんと自分で考えたりとか一人でこう行動していくってところもなんかそう可愛くてけなげでなんかそれもいいなって思いました、うんうん、どっちもなんかそうですよね。オメガバースって最初聞いて、うんうん、そのオメガとアルファでなんか固定されてる、うんうんうん、よくあるなんか性格とはちゃんと別になんかアイデンティティ持ってる感じもして、はい、そうなんですそうなんです。なんか受けってか、まあ、可愛いですね可愛いですよすごい変態っぽく話したけどなんか攻めの表紙見た時にすごい攻めがひたすらにイケメンで、そうですね、あなんか好みだなとも思ったんですけど、そのなんか好みの攻めの視線が全部この受けの方に向いていると思うともうなんだかテンションが上がってきますね
そうなんですよ。でなんかそのなんでこんなに千歳くんがすごい溺愛してるのかって気になるじゃないですか、うんうんうん、そうですよね。 それもちょっと後半明かされていくので、あ理由があるんだちゃんと。ちょっとそれすっげーめっちゃ燃えたんで、楽しみ。ぜひあのチェックしてほしいなと思います。はい、こちらの、一押しシーンなんですけれども、はい、あのオメガっていうことが発覚した後にその放課後で千歳くんをちょっと、うんうんうん、あの待ってるゆうきくんがなんかこうだんだん体調を崩してしまう、なんか熱っぽくなってきちゃって、それ体調崩しちゃうシーンがあるんですけど、うんうんうん、そこに迎えに来たその千歳くんの対応がもう一連がすごい王子様なんですよ。でそのなんか熱があるんじゃないのって言ってこうおでこにもうすぐ手つけて、もうなんか体調不良でね、もう瞬時に察知して、うわなんかそういう判断力というか、そう瞬発力もあるイケメン。もうゆうきくんのこと何でも分かってますから。うわなんかスパダリ感もありますね。そ う, うわめっちゃいい。なんかじゃなんか具合悪そうだからって言って抱きかかえて、そうそいつが連れ出すんですよ。わー王子いい。それでなんかお家帰ってやっぱちょっとそのなんかヒートっぽくなっちゃってグズグズしちゃってたから一人でねいたしちゃうんですよ。ちょっとそのあの千歳くんが外してる間に、あ そ, う、ね、そうでそれを見かけてもあの手を出さずに、そうなんかその一人でいたしてのつなんか辛そうなのをちょっと手助けしてあげるみたいな、うん、うわなんか体調優先っていうか、もう体のことをすごい本当に心から気遣ってないとできないことですよね。そうなんですよ。すごいな、自分の欲は置いておいてっていうのができる、あのもうすごい立派なアルファ、理性のあるアルファだ。すごい、もう安心して任せられますよ。いやなんかそのもうひたすらかっこいいっていうのを見た目だけでもわかるのに、うん、ちゃんとやってることもイケメンっていうのがもうポイントが加算されてきていてすごい。そうなんですよ。でそのなんかねどんどんこうオメガ星が開花していってね、うんうんうん、ちょっとだんだんこうエチカワードがどん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 増していくから、ゆうきくんもねやっぱ可愛いですよね。いいですね。なんか物語の後半になるにつれてどんどんって感じなんですかね、うん、そうですね。そうですだんだんそのねこう2人の距離がこう縮まってきて、うん、やっぱそのねいろいろっていう感じです。そこは読んで確認しないとって感じですね。もうポテンシャルありすぎだなと思いました。うわーかわいいな。楽しみ。最後にこちらの作品のまとめです。はい、作品とはですね、もうこれは光です。光です。まあね、光ですよね。もう表紙がもう楽しそうですもん。幸せそう。幸せな2人をどんどん見守ってほしいなと思います。はい、で一度は3ですね。そうなんですね。そうなんです。だん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 こう後半にかけてね、ゆきくんのこう、そう先ほども言ったあのポテンシャルが開花していくところをぜひご確認ください。はい、で あとこんな方におすすめってところは、あのけなげ受けと出来合い攻めが好きな方もそうですし、オメガバース作品好きな方にもぜひおすすめしたい内容となっておりますので。やっぱりこう受けの可愛さとかね、結構こう表紙買いする方が多いんだろうなって勝手に予想してるんですけど、だってこの表紙の力すごくないですか。いやすごいですよね。あもうここに出てるのにまたこれなんかもう多分書店とかで平積みされてたら絶対 手には取っちゃうなって気になってね、やっぱ見ちゃいますよね。で表紙をまじまじと見て、あこの受けがなんかちゃんと出来合いしてるんだなっていうのをあらすじとかで確認して、そのままレジへゴーってやつですよ。そうです。もうなのでぜひあのこれを見た方は書店にゴーしていただいてまずはチルチルのページでちょっとあの作品を調べていただいてゴーしていただけるといいかなと思います。はい、ということで本日はイルミ青先生のもっと愛して運命にしてを紹介させていただきました。はい、こちらの、作品を紹介しておりますチルチルの記事ページを概要欄に貼っておりますので、そちらもチェックしてみてください。それではマイチル。